はい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 。今年ジャイアンツは FA に参入するみたいですし、まあ、それはマジで当たり前のことかなとほんまに思いますし、なんかネットとかでなんかいろいろ言ってるファンおるけど、はっきり言うけど阪神大山とソフトバンク買い取りに行かへんのはマジでアホやぞ。今現状考えたらその二人取りに行くのは当たり前やし、そんなこと言ってるやつはマジで頭悪いぞ。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね FA 補強というところについてお話ししていきたいと思います。はい、まあいろいろね FA、まあジャイアンツはねこれまで、たくさん補強してきました。うん、ただ、近年ですねなかなかジャイアンツに、FA として入ってくる選手っていうのがね、ここ数年はですねなくてですね、まあ昔と比べるとまあ人気なくなったんちゃうかとか魅力がなくなったんちゃうかとか、まあいろいろ言われてますと。まあその中で、今年、まあジャイアンツ優勝したんですけども、やはりこうね DeNA に負けてしまったっていうのもありますと。で課題は明白ですと。まあいろんなねところを加味しても、まあ打撃力であったりとか、うん、まあそういったところは明らかにね補強していかなければいけない。うん、で、菅野さんの流出であったりとか、まあ岡本選手がですね、まあ、まあ今年は多分いかないんじゃないかなとは思うんですが、まあ来年、再来年にはですね、まあ抜けたりとか、抜ける可能性があったりとか、まあ大城選手がね、FA をね、するかしないかっていうのをすごく考えてたりとか、そういった状況を含めて、明らかにこの阪神大山、うん、ソフトバンク買いというところを取りに行かなければいけないというか、うん、うん、もう両方取らなあかんちゃうの、取らなあかんちゃうのっていうふうに思ってるのは僕だけですかね。うん、絶対取った方がいいですよね、どう考えても。うん、っていうのを今日ちょっとね、ペラペラ話していきたいと思います。はい、まあわかるんすよみんなの気持ちは。うん、わかるんすよ。まあ大山選手にしても、まあそのライバル球団からね、来たりとか ありますしね。うん、だどこまもんねんとかなんか言ってる人もいますし、どこまもんねんってファーストやろっていうふうに思うんですけど、まあ海さんに関してもね、まあすみません余談なんですけど、まあ僕一緒に海さんと自主トレしてたんでね、今でもたまに連絡させていただきますけども、まあそんなことは置いといてですね、まあ岸田選手が育ってきたのにどうするんだとかね言ってるやついますよね。はっきり言ってね、マジ的外れというか、もう冷静に考えろっていう話なんですね。うん、じゃあちょっとね、それをね、理由をね、言っていきたいと思うんですけど、まず大山選手ね。はい。先ほど言いましたように、まあ、すごくいい選手だと僕思ってますと。うん。まあ実際成績見ていっても、まあ今年ね、大山選手2億8000万もらってますと。うん、まあ高給取りですよね。はい。で、130試合、今年ね、2割5分9厘、14ホームラン、68打点。OPS 721となってます。まあ少し、昨年と比べると成績は落ちたかなっていうところありましたが、まあ聞くところによると少し怪我をね、押して出場してたっていうのがあって、まあ前半戦ね、すごく調子が悪かったんですね。それはまあ怪我の影響じゃないかって、言われてるんですね。その中で、7月以降かなっていうところ、まあ怪我も多分治ってきたと思うんですね。で、そこで、ずっとね、すごくいい成績を上げて、まあ最後フィニッシュというところだったんで、まあ、怪我がなければもう少し、成績を出せたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われてる選手でございますと。で、まあ、2.8 億円という、まあね、高い連邦なんで、まあ、ランクは A なんですね。阪神の中で言ったランクは A。だから、まあ、人的保障がね、あったりとかっていうところもありますが、まあ、前、ちょっと前の動画でも言いましたけども、まあ、そんな言ってられないですと。うん、なぜならば岡本選手が、メジャーに流出した場合ね、まあ、今年じゃないと思いますけど来年流出した場合、じゃあ誰が一体サードファースト守んのって話になってくるんですよ。わかります？そのヤバさわかります？今、まあ、皆さんね DeNA と戦って相当打てなかったっていう風な印象を抱いてるでしょ。
で、実際、岡本選手の前のバッターと後ろのバッターが、大事だなっていう風にみんな思ってるでしょ。そこで、岡本選手抜けた時考えてください。打つやつおらんやん。ってなりますよね。だから、それぐらい核となる選手というか、まあ、岡本選手クラスの選手を、やっぱ、育てるのか、取ってくるのか、これ二択なんですね。で、育てるっていうのは、すごく難しいこと。なんですよ。で、実際、ま、ティマとかがね、まあ、僕は後釜になっていくんじゃないか、候補の一番手じゃないかって思ってるんですけど、まあ、実際、ティマがどれぐらいやれるか分かんないじゃないですか。で、来年もまだ、ま、2軍で主戦場とすると思う、主戦場でやると思うんですよ。で、1軍でちょいちょい上がってっていうところだと思うんです。来年でね。だから、その選手が、まあ、果たして岡本選手の代わりを2年後に務められるかって言われたら、まあ、それは無理だと思うんです。はっきり言って。だから、そこが育ってくるまででもいいから、絶対核となる選手は取ってこないといけないと思うんですね。その中で、やっぱそういう風に考えると、まあ、守備位置の問題とか考えると、やはり、まあ、大山選手が一番いいんじゃないかっていうね。まあ、僕、守備も上手いと思ってますし、で、その、なんか、チームのために、バット我慢してね、見逃したりとか、いう選球眼もありますしね。非常にそういった意味でも、まあ、阪神という人気球団で、まあ、いろいろね、メディアと、まあ、叩かれながらね、そう、過ごしてきたわけなんで、まあ、ジャイアンツもね、まあ、似たような球団ではあるので、人気球団ではあるので、そういったところのプレッシャーとかっていうのは、非常にこう、強いんじゃないかなっていう意味でも、まあ、大山選手は絶対獲得した方がいいと思うんですね。まあ、その阪神から巨人に行くっていうのはなかなかないと思うんで、難しいことだと思うんですが、やはりそこを狙っていかないといけないというか、これは間違いないですよね。どう考えても、もうそんな言ってられないですよね。どう考えてもね。はい。っていうとこですね。まあ、また、まあ、補足するようですけど、やはり阪神という球団から、まあ、大山選手を引き抜くっていう意味でも、まあ、阪神タイガースは永遠のライバルっていうところがありますから、まあ、そういった意味でもね、戦力をこう、まあ、削ぐじゃないけど、そういったところでも非常に大きいんじゃないかなって思うんですね。はい。で、次はですね、ソフトバンクの甲斐選手についてお話していきたいと思うんですけど、まあ、甲斐選手もね、取った方がいいよね。どう考えてもね。まあ、その理由を話していきます。はい。まあ、先ほど言いましたように、まあ、岸田選手が、まあ、育ってきてとか、まあ、いろいろ意見あると思います。ただ、本当に、大城選手多分ワンチャン移籍するんちゃうかなっていう可能性あると思うんですね。で、その中で、まあ、岸田選手が、まあ、今年結構やってくれましたけど、まあ、来年以降もね、まあ、成長してってほしいっていう気持ちはありますけども、まあ、実際ね、大城さんが流出したっていう、出ていったっていうことを考えると、出ていくってことを考えると、間違いなく、バックアップというか、まあ、そういった形でね、いいキャッチャーがいた方がいいかなって、それに越したことないかなっていうふうに思うので、まあ、そういったところでも、甲斐選手を取るべきなんちゃうかなって僕は思ってるんですね。まあ、ただ、ソフトバンクも、まあ、絶対引き止めに来ると思いますし、まあね、まあ、大城さんと同い年だと思うんです、甲斐さんはね。だから、まあ、そういった意味でも、僕はもし、甲斐さんが入ってきても、多分主戦にはならないんちゃうかなって、そんな、ずっと、甲斐選手が出てっていう感じにならないんちゃうかなと思ってて、だったら、今年のね、岸田選手のそのチャンス、まあ非常にこう、スタメンの機会多かったですけど、それもちょっとまあ意味なくなるじゃないけど、ちょっとこう、もったいない感じはあるので、そういった意味でも、まあこれからのキャッチャーを育てていくっていう意味でも、まあ甲斐さんは、まあもし来たとしてもね、そんなにこうフルで出るみたいな感じでは僕はないんちゃうかなと思うし、併用でっていう感じだと思うんですね。はい。まあ実際、まあ山瀬選手とか、若い選手もね、非常にいますけども、まあキャッチャーっていうのは本当にね、育てるの時間かかるんですよ。だから、やはりまあ甲斐さんがね、まあ FA するんだったら、まあ取れる取れない、まあ抜きにして、絶対ジャイアンツは行くべきだと思うし、まあいらないとか言ってる人今いますけど、でも冷静に考えてみて、絶対いるから。大城さんが出てた時に、じゃあどうすんのって、誠司さんだけしかいないからね。まあ山瀬捕手が多分入ってくると思うんだけど、その時はね。でもまあ、大城さんと山瀬捕手を今比べた時点で言ったら、やっぱり大城さんの方がね、数段上なんで、そういったところで、まあ絶対ね、取りに行かなければいけないし、まあ、大城さんをね、
まあ、引き止めないといけないけども、でも実際ね、行使するのは本人次第なんで、そこはね、最後までわからないところがあるんで、だったらこう狙いに行って、っていうところはね、その姿勢っていうのは絶対見せてほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はまあ大山選手とまあ甲斐選手を獲得した方がいいんじゃないかというかするべきなんじゃないかなっていうところをお話ししてきました。はい、まあ、あの他にもね DeNA の佐野選手であったりとかってそういうところもね、まあ、いるんですけど、まあ、そのポジションの関係とか、まあ、いろんなところを考えていくと僕は大山選手と甲斐選手、まあ、この2大、トップというかその2人の選手をもう絶対取りに行かないといけないと思うし、もうそんな言ってられないというかね、阪神からとか、そんな言ってられないし、岡本選手がね、出た時のことを考えると、もう、急いでね、本当に補強しないといけないと思うんで、そういった意味で、まあ、大山選手と甲斐選手を獲得しなければいけないんじゃないかなっていうのが僕の意見でございます。はい、そんな感じでね、今日は終わっていこうと思います。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。Thank you.